刺さりました。よかった、よかった。あまりにもここまで静かすぎましたけど、ほんの数十回転前から一気に応援して偏ってきて、あおおおおさん、こんばんは。シーサです。トミーです。こんばんは。さあ、トミーさん、本日も一日お疲れ様でございます。お疲れ様でした。今日もですね、はい、あの閉店後のキコーナ加古川店さん、やってきておりまして、はい、これから2人で収録のしていくんですけれども、はい、今回実践する機種はパチンコ大工の源さん超イダ店でございます。はい、まあイダ店といえばね、前回この番組でも打ったんですけれども、まあ、その時僕は1万6000発ぐらいの出玉があったんですけれども、はい、ちょっとトミーさんの方はね、物足りなかったというか、そうですね、ラッシュ引けなかったっていうのがあったんで、そうですよね。というわけで、はい、まあ、もう一回ね、ここで打って、 そうですね、その超イダ店の瞬発力というものをしっかり見ていただきたいというのと、はい、実はこちらキコーナ加古川店さん、はい、増大するらしいじゃないですか。そうなんですよ。ただでさえ10台設置してあるのにまだ行きますか。はい、いえ、まだまだ行きます。やはり加古川店ですから、キコーナ加古川店はそういう位置づけです。やっやっぱり好きですよね、はい、こういうハイスペックの機種が、はい、でも増大するってことは結構お客様の支持も高い機種っていうことですよね。もちろんそうです。もう常に満台立ち見ができる状況ですから、あらあら、もうこれはお客様のニーズに応えないといけないでしょうというところです。あ、それはもう増大して叱るべきですね、はい、楽しみですね。はい、というわけでキコーナ加古川店さんに近日増大予定の、パチンコ大工の源さん超イダ店を今回は打っていきたいと思います。そして実践に入る前に、はい、ちょっと僕の方からお知らせをさせていただいてもよろしいですか。お、前回のセカンドシーズンの時に、その時はトミーさんと私のバトルだったんですけれども、はいはいはい、まあ、結果負けましたということで、罰ゲーム何だったか、ご覧になられた方覚えてらっしゃいます。トミーさんが指定するお店で僕がゴッドを引くまで終わりませんの生放送やりますっていうものをやっていて、その生放送がまだ実現できていなかったんですよね。そうですね。いよいよ、はい、9月8日いやー、来ました。やらせていただきます。はい、はい、でお店の方はもちろんキコーナグループさんの中で、はい、もちろん私の担当店、はい、そうですよね、トミーさんの、はい、担当店舗の店舗のキコーナアボシ店で、キコーナアボシ店さん帰れま電話やってもらおうかなと、はい、こちらでですね、開店の時間からミリオンゴッド神々の凱旋を打って、まあゴッドを引くまで生放送終わりませんというやつをですね、私がやっていきたいと思っております。ただこんなこと言っちゃうとゴッドに座れない可能性がある、朝から。まあ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 、でもその時は、はい、安心してください。生放送は予定通りにスタートして、ゴッド引くまで帰りませんなので、ゴッドに座れるまで待ちますんで、生放送は開始しますんで、ゴッド空いてませんで、えげつない企画ですね。そうです、はい、もしかしたら朝から違う機種を打ってるかもしれない。なぜかというとゴッドが空いてなかったからということで、空き台が出たらゴッドに移動してそこからチャレンジしたということで、これは楽しみな企画となりそうです、はい、やっていきたいなと思ってます。ひょっとしたら朝から閉店までいらっしゃることだってありえますよね。そうですね、ちょっと機材の関係で、はい、閉店ギリギリまでいるとちょっとご迷惑かけるんで、時間の方はまあまあ最大何時までっていう感じでやるんですけど、まあまあそれなりの時間まではなるほど、やろうと思ってますので、ぜひね、このキコーナチャンネルで生放送の配信もやりますので、まだチャンネル登録されてない方、このキコーナチャンネルのチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、さあそれでは、実践の方に入っていきたいと思うんですが、なんかさっきからチラチラ目に映るこれ、ね、バトラー君が映ってますよね。はい、なんか結構目立ちますよね。はい、気候なカラーのこのバトラー君の色の、まあ、黄色なんですけど、このマスクですね。これいいですよね、フィット感もあって、はい、なんとかリズムみたいな感じで、あ、そうですね、結構ねフィット感があるマスクなんですけど、涼しくて清涼感もありますね。はい、なんかちょっと生地も良くて、これあれですよね、営業中にスタッフの方がお客様に感謝の気持ちを伝えてるっていう意味でつけてらっしゃるんですよね。はい、つけてます。で、まあ、統一感もあるかなというところで、確かに、はい、バラバラのマスクよりはですね、まあ、こういった取り組みをしてますよということで、今回オープニングに限ってはですねつけさせていただきました。はいはい、ちょっと喋りづらいんで後で撮りますけどね。はい、またお近くのキコーナー寄られた際にはまだスタッフがこんなマスクしてるかもしれませんけど、まあ、実際でご確認いただければなと思います。そうですね、はい、見たよって言っていただいたらいいですね。そうですね、はい、それでは実践に入りたいと思います。はい、お願いいたします。
さあそれでは実際入りたいと思うんですけど、はい、いやすごいですねやっぱり加古川店さんのこの超伊達店これ何ですかちょっと見ていただいていいですか、はいまあ、閉店これ今日のですね、うんはい、閉店後ということで今日のデータ出てるんですけどグラフがもう突き抜けてましてこれ81回転で当たって 13,450 玉の払い出しでしょでそこから267回転で一撃3万4000発とでグラフがもうこんなことになってるんですよねいやこれはだから1回味わっちゃうとね癖になるんでしょうね、はい、さあそれでは打っていきましょうか、はい、よろしくお願いしますお願いしますまあ2回目になりますけどね簡単にケツのスペックをお話しすると大当たり確率が 318.1/1 ということですねそして、ラッシュ突入率が初当たりの 60.2% まあ当たりが引ければ6割でラッシュに行きますよというものですけれども、はい、ラッシュ入った時の継続率がなんといっても約 93% すごいですねすごいですまあ私も大好きなんで、はい、好きあらば打ちたいなと思ってますけど、はい、どこのホールさん行っても空いてないんですよねやっぱ人気高いですし意外と設置台数が少ないお店が多くてですね、まあ、これから増大を考えられてるお店ももちろんあるでしょうけど最初の、まあ、新台として出た時に結構2台とか5台ぐらいに抑えてるホール多かったんですよなのでね言われないことが多いっていうで10代って聞いたときにあ10代多いなって思いましたもん最初でも結果ね増大を考えられているっていうのは良かったですよね最初10代言っといて本当はまあ前もお話しましたけど、はい、ちょっと上司に止められましたトミーさん個人的にはもっと欲しかったんですもんね私的には過去ガーテンぐらいやったらもう倍あって良かったかなと思ったあーやっぱ、はい、その大選定のセンスありますよねトミーさんいえいえいえいやだからこれ私久々に打つんで、はい、まあ閉店後とはいえどですけど、非常に楽しいなっていうかいや今回はねトミーさん嬉しいですぜひ自力で当てて自分の力でラッシュを勝ち取ってほしいです、まあ、前回ラッシュ入らなかったのであらかじめ仕込んでおいたラッシュで、はい、こう出玉対決をするっていう、はい、それでもダメでしたけどね、そうですねこれでもそのスランプグラフを見る限り、はい谷もまた深いですね深いですね、まあ元凶棋士ではバックスタイプみたいなもんですからそうですねまあ跳ね返りがある分そうですそうです谷も深いよというところでそうですおこれ初めて見ましたねおし先読みですねゼロトミーさんの台はそれでバトルリーチ以上ということですかねリーチなんかすごい気持ちいい音なんですけど懐かしさもあるんですよねその煽りの音によし継続ですお、無事連まあ結局いろんな煽りがあるんですけどバトルリーチにそのバトルリーチの中のチャンスアップがどんだけ絡むかっていうところにかかってるような気がしますね、はい、ちょっと弱いがこの BGM も初代の原さんのリメイクなんですよ BGM がそうです、ね、だから懐かしさがあるんですよおお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 おすごい。あ、赤だ。さあどうだ、当たってもおかしくない。
この音がまたね、いいですね。おーしゃい、やるじゃねえか。まだまだ一人か。まあ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 、まあ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 普通でしたけど、そこ、この間、おお、いやー早かった。あれなんか違うぞ今日は。さすが初当たりは引ける男。やばい、まあ、データ見てやっぱりこれ来るやろなっていうのはもう分かっちゃってましたから。本当にさすが。さあ、あとは 60% 超えれるかどうか。いやーしゃー、いきなり当てましたね。嬉しいな、いける気がしてた。いや、実はこれなんとなく2人で並んで座ったんじゃなくて、トミーさんどれがいいですかって言ったら、データを見て本当にこれがいいって言ったんですよ。やっぱあるんですかね。あるんですかね。まあ、やっぱり僕はちょっとバトルで行かせて、バトルで、はい、ベラメイ。戦隊、あーボタンはちょっと弱め。あかん、弱い、あかん。さあラストですね。おーいったー、早っ。おー、いきなりラストか。いきますよ。なんか今日はいいですね。いいですね、幸先はもう素晴らしい。もうあとは前回のうっぷんばらしと。そうですね、欲しいです。この音がまだいい。さあ何十分続くかな、このラッシュが。いきます。 93% ですからね。はい、早。さあラッシュ中の大当たりが3ラウンド、オア9ラウンドですかね。3ラウンドですね、今のところ。3ラウンド、オア9ラウンド。でもラッシュ自体は、時短1回、全部で4回転ですね。はい、全部で4回転のチャンスで、はい、まあ、1回転あたりの大当たり確率が約、まあ、50% というところで、はい。これね、いやまあ閉店後なんでね、もちろんサンドにはお金を入れていませんけれども、たまにねパチンコをこう打っててきついな、もう結構使ったな、しんどいなって思ってた時に、隣の空き台にポッと座られた方がおスイッチで確認に入れたりすると結構心折れる方が多いと思うんですけど、僕は気にしない気にしないって思いながらもめちゃめちゃへこむタイプです、はい。すごいな、もう5回目。おー、しかも9ラウンド。いただきました。これやっぱり箱を渡されるときはお客様に一声かけたりするわけでしょ、はい、お待たせいたしましたとか、はい、ごゆっくりどうぞとか。もちろんです、はい。なんか一応その決まり事みたいなのがあるんですか、箱を渡すときの一応声かけの。まあ箱を渡しする店もあれば、はい、もうすべて箱をこちらが取って、はい、箱を置くお店もありますんで、はい、あ、そっか、地域性というか、はい、お店によって。そうです、まあ そうですよね、そこは店長の意図とか、あ、なるほどなるほど、意向もあったりするんで、店によって、まあ、基本的にはこれね、箱渡しって地域ルールというか地方ルールというか、僕も九州にいて福岡にいたり熊本にいたりしたんですけれども、熊本にいるときは、箱を渡すんですよ、お客様に。だからお客様はこう箱を取るんですよ。で、箱を取って箱を下ろすんですけれども、福岡の場合は先に箱を下ろして、で箱をパッと置くっていう、お客様に手を煩わせないっていう、
これ地域によって箱渡しのルール、ね、まあお店によってと言ったらいいのかな。まあどれが一番丁寧なのかっていうのはね、そうです、まあちょっとそれは店とか証券とかによってちょっと違うのかなと思いますけど、はい、違いますね、はい、昔なんかねもう箱がこの辺もうこの、ね、上にこう置いてあって、あ横にあって、もう自分で全部しなきゃいけなかったんです。そうですね、はい、伊達店のコーナー箱をちょっと変えた方がいいんじゃないかな。確かに、今あれですか、昔はパチンコをほら何箱買ったら化粧箱に入れたりとか、もう本当に樽みたいなのに入れたりとかしてたじゃないですか、やってましたね。ああいうのも今やっぱり結構やりづらくなってるんですか、出玉アピールも。まあ、あ、いただきました、お料理いただきました。カゴガーテンなんかも、あ、入れ物変えてやったりもしてますけどね。あ、やってます。はい、なんかいつからか出玉アピールもちょっとおとなしくなったなって感じてたんですけど。そうですね、あまり過度にやりすぎると派手すぎると言われますよね。そうですね、やりね、はい、やりすぎじゃない、まあ、別済みをやっていいところもあれば、兵庫県だから別済みは基本的に NG の店が、あ、NG ですから、はい、別済み NG って言いますもんね、はい、でも隣の大阪はできたりするんですけどね、あれなんか打ってる時にね、大きい箱に入れ替えられると結構僕は優越感を感じて嬉しかったんですけどね。だ結構その中央通路に持ってかれたりとか、はい、全く別の場所に出玉アピールされたりする場合もあるんで、はい、ありますよね、まあ、ちょっと心もとないところもありますけどね。そうですね、まあ、ちゃんと、あの引き換え券みたいなのももちろんもらえますんで、あるんですけど大丈夫かなというね、こう、お店によってはピラミッドみたいに箱を積まれるところがあるんで、それはちょっと怖いですよね、こぼしたらどうするんだろうっていう。お、まあ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 、まあ、まだ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 です。お、大丈夫です、大丈夫です、全然大丈夫。まさかね、まさかです。まあまあでもあかん、これあかんっすね、まずい、二分一ですから。おお、あれあれ、ありがとうな、また挑戦してくれ。いやー、でも早い当たりで、まあ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 、ハンドルを左に戻してくれ。出玉スピードは速いですけどね。まあ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 、ハンドルを左に戻してくれ。ああ、そうですか。まあそんなもんじゃないですか、ええ、毎回毎回1万発超えてたら大変ですもんね、はい、そりゃ、まああんだけ出ててまたそこで7000発出すわけですから、はい、すごいですね、すごいですね。だから本当にこれ大当たり感の回転数が短かったら短時間でびっくりするぐらい出ちゃいますよね。ちょっと突っ込んだ話になりますけど、トミーさん、はい、まあ、今後このカッコガーテンさんで超伊達店を増大されたとするならば、まあ、する予定というふうには聞いてますけれども、配置的にはどうですか、この今源さんがあるとこにそのままこう増大する。そうですね、やっぱり私もこの台勝った時って、はい、まあ、勝負だったですよね、はい、なんで今この角地っていうのは、はい、要は結構いいリッチなんですよ、ここが、はいはい、でもやっぱ保険をかけて、はい、このリッチにしたっていうのはあったんですけど、もうこんだけ強いコンテンツになりましたから、あえて弱いところに、まあ、死にじま、要は死にじまと言われるところに配置して、はいはい、吸引するのもありかなと思ってますね。あ、やっぱりレイアウトって考えますよね、そのめちゃくちゃ大事ですね、はい。さあ、何も来ない。何も来ない。ジーサさん、ちょっとしんどいですね、今ね。はい。だいぶ私の台、ガチャガチャしてます。楽しいですよね。やっぱ楽しい。そういう台が打ってても飽きないし、うん、ワクワクしながら待ってますよ。いや、ちょっと今日はね、2万発ぐらいは超えたいですね。お。ぐら
マスクを見る限りではポンポン2万発一撃で超えてる回があるんで、はい、2万発までは現実的って言っていいんでしょうね。そうですね、はい、しかもそれがね30分で獲得可能という機会ですから、だから稼働大事だけど稼働が高いように見せるっていうのもめちゃくちゃ大事っていうことですね。で特に人気のあるコーナーがポーンと入り口とかにあると、あこのお店はこの生地が強いんだってお客様が思われて、そして多くのお客様が座っていらっしゃると、あやっぱ出てるんだろうなって思うわけですよ。お動き出したみてえだぞ。こいつばっかりだな。あと結構ゼロじゃないか。おいったいったいった、極限演武初めていった。かっこいいブラックアウト。あこんなステージじゃないですか。まあまあゼロです。さあどちらもチャンスですよ。当たります、当たりますよ。これね先ほどトミーさんが当たったやつ。はい、トミーさんが当たったやつと一緒ですね、ここまでね、はい、お、なんか元気がいいな、今日のゲンさん。いいですね。さあどうだ、どうだ、どうだ、ここは1人。頼む当たってくれ。ゲームだと、刺さりました。よかった、よかった。あまりにもここまで静かすぎましたけど、ほんの数十回転前から一気に公演室に偏ってきて、なんかそういう前触れだったのかなって思ってしまうぐらい、当たりまでのこう演出がだんだん強くなってきた感じですかね。さあこれであとはラストに入れるかどうか。一生のリーチで当たりましたね。そうですね、よし、キミさんが2回目の当たりになるかも。 SP SP、ちょっとこの人の大阪弁が下手ですね。あ、そうですか、はい、じゃあ僕もパトロコク行こう。強盗、強盗、あ、強盗だ、強い強い。こんなもんやないで。もしかしたらこれ同じタイミングでラッシュ入るかもですね。ですね。さあ行けよ先輩。あれボタンが全部ノーマルなんだけど、何してくれてんねん。残り124回、これはどうでしょうか。ああダメ。さあラストです、てくれよ。当たらんのかい。はい、ラッシュ突入です。さあこれでお互いラッシュ突入ということになりました。超えますよ。いやー超えますよ、やった。さあ前回は僕1万6000発ぐらいこれこの番組で出してるんですけれども、そこを超えれるかどうか。
速い、バリ速い。はい、危なげない。おお、ゴールドになった。9ラウンド、振り分けが 20% なので、偏るときは立て付けに9ラウンド来たりしますもんね、これもね。さあ、はい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 、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。まさかね、さすがに終わらんでしょう。ダメ、終わったらまだ。あー、変わんない、ここ色変わんないっすよね、なかなかね。大丈夫、ここを越えれば伸びるぞ。あー、しょぼ2分半で終わってしまった。あー、弱っ。いやー、これでお互いラッシュに入れながらも、そうですね、二人合わせて10分消化できていません。ちょっと動きが落ち着いてきてしまったな。いやー、もうあれですかね、疲れちゃったんですかね、源さんもね、今日頑張りすぎたんで、その台は。そうですね、182回ですからね、トータル。いやー、ちょっと出玉がね、乏しい結果ですけれども、まあそういうこともあるんじゃないかと、実は今回も用意していただいてます。はい、ラッシュ中の台を2台、はい、また生かすも殺すも我々次第というところ。そうですね、まあ、もうしばらく回して当たりがないようならそちらで手玉勝負をしてくれということですね。さあ、というわけでトミーさん、はい、お互いラッシュには入れましたけれども、ちょっとこの大工の源さん超伊達店のいいところを見せることはできていないんじゃないかとです、ね、いうことで、はい、まあ、なんとですね、今回もラッシュに入っている台を2台作っていただきました、はい、ちょっとね、このまま通常ゲーム回し続けても、限られた時間の中でお互いラッシュ入れるというのは難しいだろうということで、ここからは台を移動してすで、はい、にラッシュ状態に入っている台をお互い回して何発出せるか、ね、これ一発勝負ですから、はい、で1万発は出さんとダメよということですね。というわけで、はい、おラストチャンスですね。はい、はい、じゃあ移動します。移動します。今回も仕込んでいただきました。というわけで全然も来ない、ちょっと仕切り直そう、ドミンさん。いやー、まさか、ここまで出るとは。